ようこそ、高山優子です。ストレイ、前回の続きからやっていこうと思います。スラムに入ってスラムパート2っていうパートになりました。前回はザークっていうのに追われながらね、このビルの上にトランシーバーを設置して、で今度はそのトランシーバーをつけたから通信できるよっていうことをモモにね会って話そうと思ってたんですけど、モモがなんか興奮してバーに行っちゃったらしいんでちょっと探してます。あのスラムで、あの全然ねバーがどこにあるかわかんないんだけど、よし、ちょっとじゃあ探してこよう。さてさて、お、ガーディアンだ。どうした、ガーディアン。ちょっと聞きたいんだが、なんか踊ってた。迷ってるのか、何が欲しい。ガーディアンってどんな声だったっけ。アイテムを見せる。特に見せるものないですけど、とりあえずちょっとパスワードだけ見せとく。これはすごいバイナリーコード、真のオタクだけが呼べるという。これ聞いたわ。さあ、どこに行こうかしら。バーが、あれエナジードリンクじゃない？エナジードリンク買っとこう。どれが出てるんだろう。たった1個しか買えないエナジードリンク。あ、この人じゃない？音楽。こんにちは。私はミュージシャンだけど、演奏する曲を何も知らない。弾けんの？待って待って、あの楽譜持ってます。楽譜持ってる。あ、こうやって見せんのか。はいはいはい、どうぞ。普通に重要な情報。これは有名なアルゴリズムによって制作された、作曲された曲だ。知ってるんだね。お、聞いてくれんの、ありがとう。これもしかしてずっとこれ？あ、終わった。あ、会話できねえ。あ、できる。曲をありがとう、練習するよ。もっと持っている？いや持ってるけどさ、何の情報もないの。もしかしてただあげるだけ。落ち着いて、これ演奏できそうだ。ほら、手短に頼むよ。なんかジャズっぽいね。長いんだよな。ちょっとすっ飛ばすかもしれん、これ。はい、終わりましたかね。終わんなかったおい、長いって。終わった。はい、終わりましたか。曲をありがとう、練習するよ。もっと持ってる？おい、ふざけんな。曲提供するだけじゃねえか。なんか情報があんのかと思ったじゃねえかよ。バーはどこだ。バーはどこだ。バーはどこだ。行ってないとこ結構ありそうっちゃありそうなんだけど、この辺来てないか。なんか話してる。なんか話してるよ。君には変なことばかり起きるね。村を離れる気はないよ。危険すぎるもの。その上ガーディアンだけしかこのドア開けられないし。え？特に見せるもんないな。これ、それはすごいバイナリー、すごい古いバイナリーコード、真のオタクだけが読めるという。みんな同じこと言うわ。なんだろう、三角。あー、スリスリしてかわいいの。え、虫かよ。あ、ハート出たか。かわいいだろ、さすがに。さすがにかわいいやろ。
オイラ可愛いんだ。交流する。それをストリートに置いて、次の日見たらザークが全部食べちゃってた。クレイジーだと思わない？あいつら何でも食べちゃうんだ。うん、本当にすごい嫌だよね。自分たちが食べられたらもうたまったもんじゃないもんな。あ、こいつでもスリ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 。そう、やっぱハートもう惚れ惚れするやろ、可愛すぎて。さあ、バーはどこにあるんだろうか。探せい。ここは？見た？一緒ですね。エリオットプログラミングってなんだろうね。物々交換マンじゃないし。そうそう。あれ？あれ？交流できそうな感じだったんだけど、交流できなかった。ここは？翻訳。グランドマの服屋。ああ、服屋か。ちょっとスリスリして、すり寄ってからにしよう。あら、かわいいでしょ？とにかく編み物が大好きなの。フラワーは 770km も編んでてやりがいを感じるわ。マフラーだった、フラワーじゃなくて。マフラー 770km。えぐ。電気ケーブルを持ってきてくれれば、ポンチョを編んであげるわ。あなたに似合うと思うの。でもこの辺でそれを見つけるのは大変ね。知ってるよ私、電気コードがどこに売ってるか。知ってんのよ私、実は。バーどこ？うわ、この細道怪しい。ここ怪しいぞ。ゆっくり歩かないで。お、なんだ？なんだ？なんだ？あ、これあれか。はい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 、爪とぎ。こんな硬いところで爪とぎすんの？ん？大丈夫？行っていいよ。グランドマーが、あれはザークじゃないって。なんだ？頼む、入れてくれ。あれ？爪研ぎできなくなった。ん？なんだなんだ？え？行き止まり？あ、こっから来たじゃん。ロボットの街に。このスラム。ちょっと、入れてください。ちょっと場所わかんないんですけど、教えて。同じことしか喋ってくれない。これまたガーディアンとこ来ちゃったね。なんか上なんかな。ここじゃね？あ、いた！おいおい、こんな近くにいるじゃねえかよ！やあ、ふわふわさん。見てよ、シグナルを受信したよ。なんだ、こんなところに分かりやすくいたじゃないか。スリスリできない。ここに座って。へえ、猫猫かわいいやろ。これ、ちゃんと動くか確かめてみるね。おー、通信できてんのか？おー、なんだなんだ？もう少しだ。こんにちは、聞こえますか？こんにちは、聞こえるよ。スラムから発信してる。ここからの脱出方法を探してるんだけど。待って、もしかして、ズブラルツアー？モモ？ビビビビ。信じられない。ずるー。読めないのよ。はい。
ズバル、ズバルでしょ、ズバル。あなたの声が聞けるなんて、どこにいるの、みんな無事？イエス、ピピピ、我々は無事、ピピピ、道を見つけました、ピピピ。もしもし、まだ聞こえてる？私たちの場所に来るには下水道を通らないと。ピピピピ、どうしても、とても危険、ピピピ、ザークがそこら中に。切れたか、通信。下水道？どうやって？もしもし？なんてこった、シグナルが途絶えてしまった。信じられない、ズブラル、ズブルが生きてた。彼も仲間も下水道を通ったのか。ズバル、ズバルタザー。下水道はスラムで最も危険な場所でも、ズブラ、ズバル、ズバルタザーができたならできるのかもしれない。うん、どうした？下水道を通ることなんてできないよ。ザークがうじゃうじゃいるんだから、すぐに食べられちゃうよ。特に君みたいなおちびさんは。すごいね。みんな一か八かでトライしたけど、うまくいかなかった。とにかく危ないよ。君がすることに口出ししないけど。なるほどね。この辺に詳しいおじさんなのかな。むむ、シームス。彼のお父さん、ドックは、お父さん、息子か。偉大な科学者だった。ザークを倒すための武器を開発中だった。数年前、その武器のテストをするといい街を出ていき、それ以来姿を見ていません。それ以来、シームスも変わってしまった。なるほどね。シームスの言葉を信じ、シームスの言葉を信じちゃ、信じちゃダメだ。僕の、昔の僕のように臆病者だから。ドックが武器をも作ってくれたから、ドックが武器を作ってくれたら僕たちはアウトサイダーの仲間入りだ。ノートの中でドックは時々シークレットラボについて書いている。彼はそこで作業をしていたに違いない。シームスのアパートにヒントがあるはずだ。一緒に来て。なるほどね。そうだよね、あのドックの部屋で見つけたノートでトランシーバーの直し方を見つけたんだもんね。何これ。今月のベスト従業員交流してみよう。何も欲しいのはない。曲を変える。あー、いいね、陽気で。こっち行けんの？エネジードリンクある？ないね。さすがにね、あのお店で提供するのを奪うことはできないよね。あ、待って、私モモについていくべきだったんじゃないか。場所わからないぞ。あ、いた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 。待ってくれてる、ありがてー。最近さ、猫を散歩する人っているよね。なんかリードみたいのがさあって、いいよな、猫を散歩するって。また足跡つくぞ。すまんな、かわいい足跡だ。あ、フラミンゴの服だったんだ、モモの服って。お、ここ、いますか。シームス、ドアをお願い、ドアを開けて。君のお父さんが僕たちを助けたがっていたのは知っているよね。まあ予想はしていたけど、シームスにとっては辛い状況だから。もうアウトサイダーのことなんて聞きたくないんだと思う。彼にはもう頼れない。でも君ならいいアイディアがあるんだ。
なんだ、また私を連れ回すのか。なんだ、おい、侵入しろってことか。ドックのノートを持ってシームスに見せてよ。はいはいはい。たくさんの情報がショック療法になればいいのだけれど。おちびさん、シークレットラボを見つけて、僕はバーに戻って仲間にもう一度連絡してみるから。まったく働かせますね、本当に。そこに座ってるのはちょっと一回なんか探すものとかないかな。びっくりするよな、そりゃ。ここで何をしているの？言っただろ、下水道を通るのは自殺行為だって。そっとしておいてよ。いや、そりゃそうよな。あれ、あ、ここでアイテム見せんのか。はい、見せる。これ何？待って、これパパの。うわ、知らなかった。アパートに隠し部屋がある？どこに？アイテムを見せる。特にないな。探すのか。あ、なんか、おお、来た来た。これは？これは何もないと。一発で当てちゃったわけだ。一応全部落としとこう。はい、なんだ？なんて書いてある？時間が真実を告げる。うわ、意味深。これじゃね？こんなところにデジコードがあったなんて気づかなかった。どうしてだろう。パスワードなんて全くわからないよ。なんだろう、パスワード。なんかヒントを探そう。これ関係あるのかな。時間が真実を告げる。時計か。はーん、これ全部1時、2時、16時って何これ。これなんだ。全部16指してて、え、左から順番2511とかかな。ちょっと行ってみよう。すっ飛ばした。2511。きたー、すごい。わかりました？みんな、時計のさ、短い針がさ、左から順番に2刺して、次は5で1で1刺してる。すごい、私天才かもしれない。この部屋見たことないや。ずっと隠してたなんて信じられないよ。この設計図、ザーク用の武器のことだ。パパは秘密主義だったからな。パパがね、武器は理論的には作動するけど、本当の環境でテストしたいって言ってた。スランプを出てアウトサイドに行ったっきり戻ってこないんだ。なるほどね。お、いるじゃん、ザーク。すげえ、サンプルゲットしてる。観察結果、かわいい音だが敵対心あり。人間時代の古いバクテリア、雑食、暗闇でも完全な視界。強い光に反応。おっと、これはもしかしたらあれか、ライトをつけんのかな。こんな急に来たな、お前。どうした？ここで何か面白いもの見つけた？特にないわ。さて、あとは、あ、これなんかありそうだな。どうだ？
なんもないんかい。翻訳ディフ、ちょディフラクサー設計図コンセプト、光ベースのハンドガン、プライオリティ否定、外観サイズ、デジベル放射、プライオリティ高、実地環境でのテスト、目標1秒につきザーク20匹破壊ロボットニュースヘッドラリン、ザークは制御不能になりました。金属製品も食べるように食べるようになりました。あ、なんかニュースね。そうですね、この中がさあ、なんか来た、なんだ、壊れた、なんかなんとかかんとかって書いてあったな。ちょっと何も説明してくれなかった。ちょっと教えて。壊れたトラッカー。待って、思い出した、これはパパのトラッカーだ。トラッカーって何？パパはいつもトラッカーを使って僕がどこにいるかチェックしてたんだ。今度は僕たちの番だ。これでパパを探そう。パパがまだ生きているかもしれないなんて信じられないよ。すっごくパパに会いたいよ。ザーク用の武器が必要だよね。パパは確かに持っていたよ。トラッカーを直そう。そうすればパパを探せるから。スラムのどこかに直せる人がいると思う。こっちに来て、ドアを開けてあげる。ありがとう。一緒にパパを救いに行こうぜ。ごめんな、ちょっと散らかしてな。開けて、モモが待ってるから。あ、モモはそうだ、バーに行ったんだ。案内してくれるんじゃないの？見つけられるようじゃなくて、見つけてきてくれよ。見つけてきてくれよ。私が探すんかい。トラッカーを修理する必要があります。スラムの誰かに見せましょう。見せてみましょう。どうするべきか教えてくれるかもしれません。あ、なるほどね。でも手当たり次第聞くしかねんか。はい、ごめんね、軒先、私が原因なんですよ。あ、この人には見せれねえわ。この人は、あ、間違った。あ、見せれるか、こうやってやればいいか。はいはいはい。で、トラッカー、なんじゃそれ。ハイテクなものはわからん。バーに行ってみなさい。あ、バーに行けばいいか。バーへレッツゴー。お、グランドマンがこのマフラー編んでくれたの、素敵だと思わない？彼女髪の、彼女編み物がすごく上手なの。さあ聞いてみましょう。あなたのトラッカーは壊れているようです。バーテンダーが修理をしてくれる人を探してくれるでしょう。へえ、バーテンダーが教えてくれるの？さすがバーテンダーって物知るよな。交流、見かけない顔だね。いかがいたしましょう。ちょっとこれを聞きたいんです。なんて美しい装置だ。この辺では見かけないね。こういうのを直すの得意な人を知っているよ。すごい才能がある人なんだけど、ちょっとその、まあ見ればわかるさ。彼の名前はエリオット。オフィスはここの左側にあります。グランドマのお店の近くですよ。彼のドアにはマークがいっぱいあります。なるほど、グランドマのお店と。うるさくない？ちょっと変えよう。よし、ここを出て左、シールがいっぱい貼ってあるって書いてあったよね。あ、ここにさ、翻訳で、そう、グランドマのお店とプログラミングってのがあったよね。エリオットプラグラプロブプログラミング。ドアをノックして開くのを待て。オッケー、任せろ。
開いた。本当に開いた。あ、交流する。ん？交流できない。あ、閉められた。入ればよかった。もう一回入れて。失礼しますと。奴隷になるためにプログラミングされた。しかし心を持ってから何日か、すごい日にちが経過した。いつかアウトサイダーがこの時刻からの出口を見つけてくれますように。モモ、はいはい。エリオットに会いに来たの？彼ならあそこにいるよ。あ、君エリオットじゃないんだ。なんだ、エリオットかと思ったじゃん。さてさて、先にね、ちょっとアイテム探し癖があるから私。あ、この奥かな。ん？お、楽譜ゲッチュー。うん、特に何もなさそうだな。この上は？なんもなさそうだね。さあ行くか。エリオットに会いに。おお。おお。なんか陽気な音楽流れてる。あ。思い出す。あ、なんか変なかけらを飲み込んでそれを記憶にしてるな。この木は科学の脅威です。え、注目すべきは人間の工夫です。人間は太陽光がない世界でも木を育てる方法を見つけたのです。オーガニックライフには街の空気を浄化する木々が必要です。ロボットには必要がないのですが、彼らは育て続けています。人間たちがやりたかったことです。うん、難しい。危険なの。さて話しかけてみましょう。はい、どうしましたか。ん、あ、これか。え、アイテムを見せる。わお、すごいトラッカーですね。東暇 BR2000 モデルです。これを使えば誰でもトラックできますよ。私も試していいですか。直し方はわかるのですが、こんなに震えているとキーボードを使えないのです。病気か何かでしょうか。気分が悪いのは確かです。こんなに震えているのは毛布、震えていては作業ができません。毛布があれば震えが止まり、トラッカーを直せるかもしれません。というわけで毛布を探してこいと。はいはいはい。毛布、これ毛布？違う。えい、毛布を探せ。あ、グランドマだ。グランドマで毛布もらおう。食べ物が好きなの知ってるよ。あ、これアイテムは見せれないから無理か。グランドマンのところに来ればくれると思ったんだけど、どうしよう。テーブル持っていけばグランドマンがな、あ、そうだ、ポンチョ作ってくれるって言ってたわ。グランドマンが作ってくれるから、そのポンチョをあげればいいってことね。ってことで、なんか買い物してる。むっちゃ買い込んでるこの人。何買ってんの？ゴミの中の素晴らしいものを見つけろ。宝物でいっぱいだ。物々交換マンのところへ行きなさい。そこにはあなたの欲しいものがあるはずだ。オッケー。どっちだっけ？こっちだっけ？さあ、電気コードね。やっぱいるんだ。はい、電気ケーブル。またあったね。どうする？これは電気ケーブルのセット。このマーケットで一番
高品質のものさ。スーパースピリット洗剤と交換するよ。私が出せる最高のものだね。あ、ここで必要だったのか。ってことは、あのシーンは必要だったんだね。あの上から落として、ランドリーに行くのがね。はい、どうぞ。やった。ゲットした。さあ、行きましょう。どこでしたっけ？ここまっすぐ行って。こう行って、グランドマの突き当たり行って。はい。こんにちは、おちびさん。電気ケーブルを持ってきてくれた。ポンチを作ってあげたいから、ケーブルを持ってきてちょうだい。はい。見せる。ありがとね。すぐに編み始めるわ。急いで。新しいアイテムを入手。ありがとう。はい、どうぞ、おちびさん。お似合いよ。はい、ゲッチュー。ありがとうございます。さあ、ここから入るのはめんどくさいんで、ここから入れるのかな。さあ、ここから入れますと、こういう近道ができるようになるんですね。はい、お待たせしました。ドラッカーは午後にありますよ。しかし何か体を温める布がないと作業に集中できません。はいはい、持ってきました、持ってきました。どこでこれを見つけたのですか。すごいです。試させてください。頼むよ。もうグッパイ震えで作業ができます。ありがとう。必ずあなたのトラッカーを直してみせます。どれどれ、ここをアップデートして、ここをこうして、じゃーん、できた。はや、できました。おちびさん、探している人をトラックできるといいですね。やった。じゃあももんとこ戻ろう。こっちでね。ほら、もも、お待たせ。再接続に手間取っているよ。そっちはシームスから何か聞けた？任せろって。直したぜこれ。ごめんね、どうやって使うかわからないや。嘘でしょ。え、ももじゃないのこれ。トラッカーがようやく直りました。シームスのところへ行って、彼のお父様の居場所を確認しましょう。グズグズしていられませんよ。あ、シームスに聞くのか。シームス、シームス、名前やってるかわかんないけど、シームス、シームスの家どこだっけ。シームスの家どこでしたっけ。こっちか。そうだ、こっちだ。こっち通って、ここかな。あれ、いた。あ、やっぱ変なとこ入っちゃった。トラッカーを直してくれる人見つかった？もう直しましたよ。直ったの？直ったんだね。すごい。こっちに持ってきて。さあ、頼むよ。ん？おっと、つながったか？キングの応答があった。パパはまだ生きてるってこと？信じられないよ。トラッカーの指示に従おう。パパが行った場所がわかるかも。一緒に行くの？え、もうじゃあ何、早速アウトサイド行くってことですか？今パパアウトサイドにいるんだよね。遅いなあ。ごめんね、何度も通って汚れ広げてごめんね。さあ、一体どこに。これ普通にバーに行くんじゃねえか。もう行かない。どこ行くんだろう。これ行った先にパパがいるってことだよね。
こか。間違いない、パパは本当にスラムを出たんだ。そこは危険だけど、僕は真実を知る必要がある。やってみよう。ここが下水道の入り口なのかな。恐る恐る。おお、わ、すごい繋がってる。なんかこれ雨なのか。でも雨が降ることはないだろうから。おお、ついてくんの君も、えらいじゃん。あ、めっちゃ腰が引けてるけど。あれ、全部ザークの卵だ。きっと僕らを食べちゃうんだよ。これ以上僕は進めないよ。君みたいに走れないよ。僕だけザークに捕まっちゃう。ほら、このバッジをつけて。パパが見たら君は仲間だって分かってくれるから。おお、かわいいアイテム。僕がドアを開けてあげるよ。ありがとう。ああ、ここから下水道か。じゃあな。ごめんね、もうこれ以上先には行けない。僕のろまなんだ。ザークに捕まっちゃう。パパを見つけて、パパを連れ出して、連れ戻して。任せとけって。というわけでね、あ、閉められたわけですね。はい、あー、結構白状なんですね。でもちょっと見てる、切ない。というわけでね、一回この辺で、区切っとこうかな。さあ、いよいよまたザークに追われるパートがやってきたというところですかね。いやー、また疲れるんだろうな。まあ、そんな感じでね、なんかいい感じに話が進んでます。また続きが気になるという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。そんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。